はい、皆さんこんにちは、京子です。今日のビデオは三重県いなべ市にある軽便鉄道博物館のご紹介です。博物館は三岐鉄道北西線の終点阿下喜にあるので、まずは西桑名から北西線に乗ります。この北西線も期間 762mm のナローゲージで博物館級ですが、近年では通勤輸送に活躍しています。この日乗った電車は200系電車の3両編成、元三重交通の車両とのことです。150分で終点阿下喜に着きます。博物館は駅前のその丸印のところすぐですね。軽便鉄道博物館は地元の市民団体や下に乗って運営されています。展示資料はこんな感じの北西線の歴史資料です。この博物館にはミニ電北山と呼ばれる15インチゲージがあり、なんと無料で乗車することができます。ミニ電北山はその名の通り、北西線の車両をかたどったミニ電車で270系、220系、200系の3種類があります。ちょうど隣に本物がいて、その対比が面白いですね。それではミニ電北山に乗車してみましょう。スライドショーイメージですみません。本日も最後までご視聴ありがとうございました。